電流火花が体を走る。ジローチェンジ機械だ。ダークロボット迎え撃て。人造人間機械だ。チェンジチェンジ。サイドマシンでやってくる。ジローチェンジ機械だ。ダークロボット追いかけろ。人造人間機械だ。東京、大阪、名古屋、横浜、札幌、五大都市はダークが全滅させる。これが我々ダークの五大都市全滅作戦計画だ。お前たちの住んでいる町を皆殺しにしてやる。嘘だ、できるものか。僕たちには機械弾がついてるんだ。そうだそうだ、機械弾がいるぞ。機械弾にかなうもんか。ギルの嘘つき。バカモン、よくこれを見るがよい。ダークが新たに完成させたオールマイティー装置。よく覚えておくがよい。このオールマイティー装置がある限り、ダークが機械ダーに敗れることは絶対にない。だがその前に、我々が探し求めているものを持っているやつがやっと分かった。秋月優香、この女を捕まえなければならん。破壊部隊マダラスナトカゲだ。これからうんとすごくなるぞ。勇気のある者は立体メガネをかけてみるがいい。貴様一体なんだ。うるさい、スナトカゲタング。逃げろ、ユカ、逃げるんだよ。逃げろ、早く。逃がすのか。逃げるんだよ。スナトカゲテール。よくも邪魔をしたな、トカゲ毒が。さあみんな、立体メガネを取っていいよ。
ひろしくん。ひろしのふるさと、ここ鳥取砂丘に、ゆかは昔の思い出を見つけに来たのだった。ありがとうございました。ありがとうございました。姉さん、あっちだよ。ちょうど同じ頃、三子勝の兄弟も行方不明の父光明寺博士の足取りを追って鳥取砂丘へ来ていた。はい、どうぞ。坊や気をつけてね。うん。はい、お願いします。足元に気をつけてください。はい、どうぞ。あの兄弟は、探し求める父親がこれほど目と鼻の先にいようとは夢にも思わない二人であったが、運命の皮肉がいつも親子を合わせることを避けていた。光明寺に過去の記憶はなかった。無論三子と勝が実の我が子であるという記憶もなかった。砂漠をはるばると旅のラクダが、ラクダがないから楽じゃねえな。お、海の水飲んでやるかな。お、いかん、やめなさい。海の水はまだ冷たいですぞ。お待ちなさい。お嬢さん、何があったか知りませんけども、若い味噌だよ、あなた。やめなさい、落ち着きなさい。何すんの。あ、姉さん、はんぺんだわ。そう、あなたもダークに狙われてるの。我が輩てっきり自殺志願者かと思いましたよ。お嬢さん、あんまり大人をからかってはいけませんぞ。どうしてヒロシ君が殺されたのかわからないの。うん。どうして私たちが狙われたのか。気持ちはわかるわ。でも負けたりなんかしちゃダメよ。そうだよ。姉さん。破壊部隊マダラスナトカゲ、その娘を俺がいただく。ああ、ツナのお団子食べる。ええ、自分で食え。ええ、待て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 。逃がしません、マダラスナーラス。ゆっくり料理してやる。ララ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 ラ。ダーク破壊部隊マダラスナトカゲ、罪のない人に手を出すぞ。ほざくな、降りてこい機械だ。とぉ、殺せ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 。チェイス、一丁、ワン、ツー、スリー。
立体メガネをかけてみよう。トカゲってやつだ。さあみんな、立体メガネを取っていいよ。この勝負、きっとつけるぞ。待て、覚えとけ、機械だ。また会おう。待て、見ろ今日もの、見ろ、どうしたの。頑張って、見ろ。時間がないから急ぎましょう。でも、次郎さんが…次郎のことは私が何とかするわ。ゆかさんは早く横浜へ帰って。僕たちと一緒にいた方が安全じゃないかな。何を言うの、マサル。私たちはずっとダークに狙われ続けてるのよ。そんな私たちと一緒にいたら、ゆかさんはもっともっと危なくなるじゃないの。だって…大丈夫よ。ちゃんと手は打ってあるから。記憶を失った光明寺であったが、自分の危機を何回も救ってくれたこの人造人間に何か惹かれるものを感じたのである。こりゃひどい。この部品は何とか使える。頭脳の記憶を失っていても、彼の手はロボット工学の権威としての技術を忘れてはいなかった。これはオールマイティ合金だ。この特殊金属には何か覚えがある。なんだかわからないが、今に大変なことが起こる。申し訳ありません、プロフェッサーギル。心配はいらん、マザラ・スナトカゲ。我々ダークは光明寺博士の研究途中だったオールマイティ装置を完成させた。オールマイティ装置の光さえ当てれば、そこでオールマイティ合金が生まれ、どんなに壊れたロボット部品でもこれさえあれば元通りに復元することができるのだ。ありがとうございました、プロフェッサーギル。見てください、この通り元気になりました。まだまだこれからだ。お前の兄貴たちも呼び戻してやるぞ。機械道に通されたダーク破壊部隊の戦士たちよ、五大都市全滅計画を完遂させるためによみがえるのだ。よみがえれ。
何のことだ。はあ、何のことかしら。まあ、直してある。お父様だわ。そんな。いいえ、これだけのことができるのは私たちのお父様しかいないはずよ。マサル、お父さんまだそんな遠くへは行ってないわ。うん、美容には睡眠が一番ですな。おっ、ミスタージローが。あ、ジロー、あの人は。ユカさんはどうした。ちょっとスピードを出しすぎだな。ジロー、またしても機械だ。奴に出てこられては五大都市全滅作戦後は実行できなくなる。ヒデオ、ダーク新生破壊部隊。よっけ。五大都市全滅作戦を実行するにあたって機械ダーは邪魔だ。まず機械ダーを殺せ。そして秋月ゆかの持っている鍵を奪い取るのだ。じゃあ、マダラスナトカゲ以下新生破壊部隊21人衆、ただいまより出撃いたします。出発。銀河でシルバーキャビヒロノコギリザメヒロアニジゴ代々カタツムリ赤鬼よこせブルースコングブラックホースブルーバッタコヤマブ青電気ウナギ鬼面ガニレッドブラックハリモグラ殺せ殺せ。ヒロシの父は我が子の殺された現場を一目見たいと横浜ドリームランドで再び働くユカのところへ来ていた。ちょうどここでした。ここにヒロシ君がいて。ユカさん、そのペンダント譲ってくれんかな。え、でもこれはヒロシ君の思い出の品ですから。それが欲しいと言ってるんだ。待て、来いバカめ。このマダラスナトカゲからは逃げられん。助けて、助けて、助けて。おっ、どこだ、どこだ、どこだ、機械ダメ、どこだ、どこだ、あそこだ。マダラスナトカゲ、ユカさんに手出しはするなと言ったはずだ。うるさいやつめ、貴様から料理してやる。うわお、うっ、た、お、が、あ、が、う、が、くそ、あ、う、が、が、くそ、う、が、あ、が、う、が、あ、が、う、が、が、う、が、ヒロシ君、
さあみんな、立体メガネをかけてみよう。みんなのえいっ、ギラ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 おい、マダラスが通げ。待てい。わあ。うわあ。さあみんな、立体メガネを取っていいよ。ゆかさん、この鍵はどこで手に入れたんです？ハイキングへ行った時、ひろし君がそれを土の中から掘り出したんです。ひろし君、これを二人のお守りにしようって。うん、超小型録音装置だ。よし、セットして聞いてみよう。まさかのことを考え録音しておく。1970年3月。お父さんの声だ。私は現在オールマイティ装置という特殊装置を研究中だ。だがもしかしたらこの研究はダークに奪われ、私は殺されるかもしれない。オールマイティ装置が奴らの手に入ったら世界はとても恐ろしいことになるだろう。このことを考え、私はオールマイティ装置のある地下工場に爆破装置をセットした。この鍵はその爆破装置のスイッチだ。爆破スイッチのボックスはこの鍵の埋めてあった位置から北北西に500メートル、白い岩の中に仕掛けてある。ここです。ここでヒロシ君鍵を見つけたんです。ここから北北西500メートル、こっちだ。うわぁ、赤い部隊地上班、その鍵を渡してもらおうか。渡さなければ無能でした。くそ、えいっ、やっと、あっ、うっ、あっ、うっ、しまった、うっ、あっ、うっ、じゃあ、うっ、うっ、あっ、うっ、あっ、あっ、う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 っ、あっ、ダークに生まれし者はダークに帰るのだ。ダークに帰れ。プロフェッサーギルの吹き鳴らす悪魔の笛が次郎の体内に組み込まれた不完全な良心回路に激痛を与えた。そこそこ、キカイダーに変身できるか次郎、ギルの笛に勝てるか次郎。その時オールマイティーゴーキンのかすかな記憶をたどって光明寺博士はすぐ近くまで来ていた。光明寺博士の突破の起点がジローを救った。岩石の落下音がギルの目の根をカットした。ジローはキカイダーにチェンジする。あ、どうした？今だ。チェーン、ドーン、機械だ。ガラスアドバイト、みんな一緒に目的地まで走るんだ。いいね、はい、行きましょう。行こう。みの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 さあさあ、はかはか、待て。いいか、貴様が持っている鍵を出せ。出せ。出さんか。みつこさん、みつこさん、いくわよ。ナイスキャッチ。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい、どうだ。いらっしゃい。さあ、叩き殺せ。待った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 。
我が輩殺されるぐらいならこんなもん。おおおすぐだ。バカ。ところがまだある。本物はこっち、本物はこっち、本物はこっち。みんな大丈夫か。すぐ乗るんだ。早く乗って。そう、はい、しっかり頼みますよ。しっかり捕まってるんだぞ。だが赤い舞台飛び道具。しっかり捕まって。なるほど。さあ、ベッツベッツ。さあ、鍵を開けて。鍵ならあげます。ほら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 、ち外れ。下か機械だ。構わぬ殺してしまえ。やっちめぇ。挟み撃ちにしろ。来たな。よし、そんよいしょ、よいしょ。もう少し鍵貸して。はい。あら、合わないわ。はんぺん。え、それ偽物。じゃあさっきのは本物。いや、その前のが。ああ、我が輩なんだか混乱してきましたわ。バカ者ども、本物はもうもらってやる。もうお前たちに用はない。皆殺しで。みんな、僕はこんな奴には負けないぞ。立体眼鏡をかけて見ててくれ。我が輩が伝授した日本加速術の見せ場でござるぞ。ジロー、やったジロー、そんなのやらない。そこだ、そこだ。ジロー、おかげ毒が。ワン、ツー、スリー、サイ、やったに見せ返し。やってくる。どこ、どうぞ。砂トカゲタイム。さあみんな、立体メガネを取っていいよ。これだ、あったわ。早く早く早く、落ち着いて落ち着いて。やった。これでダーク破壊部隊は今度みたいに控えることはなくなる。
本当にいろいろとありがとうございました、うん、本当によかったわね、はい、これからも頑張ってね。はい、お姉さんも早くお父さん見つかるといいですね。任してください。この名探偵服部半平、草の根を分けてもお探しますぞ。お姉さん、ジローが。え、ジロー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 。ダーク新生破壊部隊20人襲頭、マダラスナトカゲはキカイダーに倒された。だが光明寺博士はどこか、幸せをつかむのはいつの日か。ジローは行く果てしない戦いの道を。